メディカルセンター停留場は、長崎県長崎市新地町にある、長崎電気軌道大浦支線の路面電車停留場。駅番号は47、5号系統が停車する。長崎港メディカルセンターの最寄り停留場である。水市橋を渡る路面電車あたり停留場は1916年に水市橋停留場として開業した。水市橋は、 かつて当地にかかっていた橋の名前で、日露戦争の際に兵士が出征した地であることから、その名が付けられた。停留場は、太平洋戦争下の1944年に、急行運転が開始されると一旦廃止される。再開したのは、戦後、1949年のことであった。水死橋が撤去されたのは1961年。 橋上を通っていた長崎電気の軌道もこの時、移設され、急線上の水死橋停留場は、廃止、新鮮に、移設の上市民病院前停留場に改称した。メディカルセンター停留場に改称したのは2018年のことである。メディカルセンター停留場は、平洋軌道区間にあり、道路上に、ホームが置かれる。ホームは2面あり、2本の線路を挟んで向かい合わせに、 配置されている。線路の東側にあるのが石橋方面行き、西側にあるのが新地中華街方面行きのホーム。長崎電気の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。停留場の前には長崎港メディカルセンターがある。病院前にはトーマスグラバーが当地で日本初の鉄道を走らせたことを記念する我が国鉄道発祥の地の石踏みが立つ。 観光名所のオランダ坂も近いが観光客の利用はあまりない。このほか滑水女子大学の最寄り停留場でもある。大浦市線から長崎駅前方面に電車で向かうには隣の新地中華街停留場での乗り換えを必要とする。この新地中華街での乗り換えの不便さなどを解消するため、東停留場から直線で400メートルほどの距離に ある本線の出島停留場までの区間を軌道で結び、新地中華街を経由しない、短絡線を開通させるという構想がある。ABCDE でんぐり、アンド宮川2000、P71、水氏は、死を出すことで、出兵と同義。ABCD でんぐり2005、P92、P a b c d e f g h i マオ2 0 0 9 P57、AB。 伝停名称変更のお知らせ。長崎電気起動。2018年4月4日閲覧。AB100 年史。P126。100年史。P128。浅野隆人。長崎電気起動。13カ所停留場。新名称に35年ぶり。明日から。毎日新聞。P23。AB100 年史。P130。ABC 川島2013。 P49、九、百年史 P125、AB でんぐり、宮川2000、ピアニッシ二128、129。ありがとうございます。